南部縦貫鉄道キハ10系機動車は南部縦貫鉄道が保有していた鉄道車両である。南部縦貫鉄道線の開業時に申請されたキハ101キハ102開業後に予備車として上層筑波鉄道から譲り受けたキハ103日本国有鉄道のキハ10型を譲り受けたキハ104の3種類4両が存在した。これらは同形式を称するものの 構造その他の面で全く共通点のない別の車両である。第12回エバーグリーン賞受賞車両カテゴリー、テンプレートキハ101キハ102は1962年の開業時に、富士重工業宇都宮工場で製造された車両で、富士重工業が地方施設向けとして製造していたバス車体工法によって車体を組み立てたレールバスと呼ばれる小型機動車である。 同社が1959年に製造した、ハボロ炭鉱鉄道キハ11と、基本構造は同一である。車体は、富士重工業が伊津、イスズ、ヒノ、トヨタ、日産時、日産で、三菱時など幅広いバス車種メーカーのボディを、仮装していた、当時の R11 型、R13 型のバスボディと、同じ、丸みのある、モノコック構造で、両端に、 バス用の折、扉を配置し、扉の間に、上段 H ゴム固定式、下段上昇式の、いわゆるバス窓を8枚配置している。塗装は上半分がクリーム色、下半分がオレンジ色でその間に白い帯が入っている。車内はロングシートである。走行装置は二軸式で、エンジンは日の製のバス用、ディーゼルエンジンである。動力伝達方式は、 機械式の一軸駆動で変速機は全身4段、逆転機1段である。ブレーキは空気式、ドラムブレーキと手ブレーキを備えている。前後端の中央部に運転台を備えている。前述のように機械式であるため、運転席足元にあるクラッチペダルを踏み、運転席右側にあるシフトレバーを操作し、ギアを入れ替えて変速する。ただし、 通常の鉄道車両と同様、立行は左手でコンソール上のスロットルレバーを操作し、正動は右手でブレーキハンドルを操作する。積雪地であるため全面下部にスノープラウを装備している。開業時から1997年に路線が休止となるまで南部縦貫鉄道線の主力として運用された。バスの後方によって製造された車両だが、 通常のバス車両の対応年数を大幅に上回り、約35年間にわたって使用された。休止直前は安全上の理由から定員が40人に制限されていた。1996年には、鉄道友の会のエバーグリーン賞を受賞している。路線休止後は、旧7小駅構内で、胴体保存されている。 開業後の1962年11月に、上層筑波鉄道のキハ302を譲り受けた車両。筑波鉄道が発注した1937年日本、車両を東京支店製のガソリンカーで、1945年に、上層筑波鉄道が成立してからも筑波線で、使われていた。1951年にエンジンを、製造時の米王結社 6SRL から、日の、 DS11 に乾燥し、ディーゼル同車に改造されている。前面3枚窓、側面は E2D5D3 の窓配置である。塗装は、上渡時にキハ101.102と同一の塗装に変更された。譲り受け当初から予備車的存在で、キハ104の導入により1980年に廃車となり解体された。 キハ1041956年製の国鉄キハ10451980年に譲り受けた車両。塗装は、上都時にキハ101.102と同一の塗装に変更された。キハ101.102よりも大型であり、当初は、朝夕ラッシュ時に使用されたが、利用者の減少が進み、燃料費がかさむためあまり使用されなくなっていった。 路線休止直前になると混雑するようになり、キハ101.102では乗客をさばききれなくなったため、キハ101.102の続行として運用された。休止後はキハ101.102と同様、旧7個駅構内で、胴体保存されている。ありがとうございます。